がこのメンバーに入って1ヶ月経ちましたけど、一向にうぷ主さんから連絡が来ませんでした。今日はどういうことか、問いただしてやります。場合によっては私の老関権が炸裂しますよ。何？この状態は？おう、用務課、久しぶりだな。まあ、ゆっくりしていきなさいよ。それ、僕のセリフだよ、霊夢。甘いわね、こういうのは言ったもん勝ちなのよ。あなたたちは一体何をやってるんですか？まったく、メンバーに入って、いつ連絡が来るか待ってみれば。いつまで経っても連絡が来ない？そして、そのまま放置して、気づいたら1ヶ月ですよ。どういうこっちゃねん。業務、怒りでよくわからない方言が出てるわよ。とりあえず、今から外に出て、実況のネタを探しに行きますよ。言っても、問答無用です。ほら、行きますよ、うぷ主さん。わかった、わかったから引っ張らないでー。あ、うわぁ。あれは、死んだな。不幸な事故でした。ちゃんと生きてるよ。大丈夫ですか？まあ、気にしなくていいんだぜ。とりあえず外に出るんでしょ？早く行きましょう。そうですね。ヨウムがパトのところに訪れる1日前。薄暗いところね。ここが、あの方が所属している組織のアジトなのかしら？いや、少し違うな。ここには俺たち、下級メンバーしかいない。誰？そう身構えるな。俺はお前の敵じゃない。あなたは？俺の名は、レイ。下級メンバーの隊長だ。他に、副隊長の、トウジ、という男もいるから、後で挨拶しておけよ。私は、あの方のためにこの組織、人気連、に入ったのよ。だから、あなたたちと仲良くなる必要はないわ。ふん、現時点で称号を持たない奴がお前の言わの方、つまり、ユー様に従えると思っているのか。何か条件があるのかしら。ああ、まずはお前には称号戦を行ってもらう。称号とはこの、人気連第150段、内の序列を表すものだ。称号はアルファベット順で、A が一番下で、Z が最高位で表している。そして、A から I は下級クラス。J から R は中級クラス。その上の S から W は上級クラス。俺たちは、五中と呼んでいる。そして上級クラスの上、副団長に与えられる称号、X と Y。そして、我らが団長の称号は、Z。26名の構成員と称号を持たない部下で構成されている。何か質問はあるか？あなたが言っていた下級クラスの隊長って何？ああ、一応取締役として、各クラスには隊長、副隊長がいる。下級クラスの場合、下級最高位の、I が隊長、次の、H が副隊長だな。隊長の仕事は、お前ら下級クラスのメンバーの管理と、中級以上のメンバーからの命令伝達が俺の仕事だな。あなたは命令を受ける資格がないって言っていたけどどういうこと？このアルファベットの並びをよく見てほしい。A、B の上に J、K、そしてその上が S。そうだ、つまり、この26名の構成員の中で、五中を筆頭に5つのグループに分かれている。そして、五中のメンバーは、他の五中のメンバーが合意しない限り、他のグループのメンバーに命令することができず、基本的に五中は自分のグループメンバーにしか命令ができない。つまり、お前が、U 様から直々に命令が欲しければ、E、もしくは、F の称号を手に入れることだ。なるほど。ちなみに副団長と団長は誰にでも命令ができるのかしら？ああ、この3人は特別だからな。誰にでも命令ができる。わかったわ。それでは、称号戦を行う前に、まず、お前はどの称号を得たいか決めろ。私が求める称号は、E。ちなみに、称号を手に入れる方法は、全称号を持つメンバーを倒すことだが、問題はないか？問題ないわ。了解した。それでは、エイジ先生、E の称号を持つメンバー、ゴースと戦ってもらう。今から、ゴーキを連れてくるから、お前はここで人事でもしているんだな。私は、早くあの方のために動きたい。誰が来ようが、一瞬で、倒してあげるわ。コーチ、今から称号戦を行う。今すぐ、決闘の前来い。はまた、命を落としたい奴だったのかよ。行け、今すぐ行ってやる。ああ、それでは待っているぞ。おい待てよ。お前、先日の当時との称号戦はどうだったんだよ。ああ、無傷で勝ったさ。あいつは全体的に俺に劣る。負ける原因を見つける方が大変なくらいだ。ああ、そうかよ。それでは、楽しみにしているぜ。相変わらず、何考えてるのかわかんねえやつだな。ま、いっか、それより称号戦か。ああ、楽しみだぜ。始まりました。
賞リメイク。いやー、始まりましたね。今回一発目から新キャラが出てきたじゃない。そうだよ、あの当時を無傷で倒すって相当強いよ。それにしても第一章だから私やゼッカちゃんの出番がないのは寂しいね。そうです、私もゼッカの出番が増えてきたのにあんまりです、ご主人。まあまあ今回は許してよ。その代わりに第三章ではいっぱい出番あげるからさ。まだ半分もできてないのによく言うわよ。頑張ります。とりあえず今回のリメイクは最初から見ても楽しい、第二章の後から見ても楽しい作品になっておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。それじゃあ桜花とゼッカは女神旅シリーズの方でぜひ頑張ってね。そうだね、いつかはパトパトチャンネル1の人気シリーズになってやるんだからね。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。では今から称号戦を行う。今回の称号は E、新入りのために説明しておく。この称号戦では殺害は禁止だ。あとは特に定められていない。つまり虫の息までなら何をしても構わないってことだ。何か質問はあるか。この称号戦の勝利条件は、相手に降参と言わせる、もしくは戦闘不能状態と俺が判断した場合勝ちとする。まあ分かってると思うが、俺は戦闘不能にするまで勝負をやめないからな。分かったわ。じゃあ私も戦闘不能にしてあげるわ。いいね、楽しみにしてるよ。お互い準備はいいか。それでは始め。おにふえんの衣。ほう、いきなりその技でいくのか。では健闘を祈る。さあこの炎を一点にまとめて。炎が刀に、あとはおにふ怒りの工場。また捨てる、でも何も売っていない。じゃあ行くぜ。やめろ。壊したか。想像以上に火力が高い。あれか、炎の衣の能力なら怒りの工場は能力名的に火力もしくは愛力を上げるスペルかしら。油断は禁物ね。ふふ、さあもう終わらせてあげるわ。さてこいつの攻撃を知ってもらったことだし早速消えてもらおうか。はあ、まさか刀を投げてくるなんて。ぼーっとしてんじゃねえよ。さあ、さて、とどめだな。くっ、ぶは。終わりだ、って答えあり、これで終わりだな。っていない？どこだ、一体、どこに行ったんだ。やっと気づきましたか。てめえ、どこに行った？お前、俺から受けた傷はどうしたんだ？ずっとここで見てましたよ。あなたが何もないところで一人、剣を振り回しているのを。なんだと、さっきまでお前は俺に痛めつけられていただろ。そうか、それがお前の能力か。いつ俺に幻惑をかけたかは知らんが、俺に能力を教えたのは間違いだったな。たばりやがれ。なるほど、もう一つの怒りの工場は剣を操るためのスペルですか。見た目の割に、ちゃんと考えているんですね。そ、まさか今目の前にいるあいつも幻覚、なら本物はどこだ。さて、この刀、あなたに返してあげますよ。数倍でね。お、俺の刀が。おっすげえ、本物は一本、それ以外は偽物のはずだ。戻ってこい。全部返してあげるわ。な、で。最初からあなたの刀なんてなかっただけのことよ。現に刀から炎が出てないでしょ。なら、俺の刀は。あなたが刀を投げてからずっとそのままよ。はは、俺はずっとお前の幻惑に騙されていたんだな。あとはこの一撃で終わりね。はは、この腕だけも足も出ないとはな。ゲームセットよ。さあ、それでは波長を戻しましょう。これで戦闘不能ね。ほう、あの号機相手に無傷で勝つとはな。聖戦、うどんべん、稲葉、お前に、E の称号を与える。どうも。では、早速だがお前には、E様からの命令を伝える。お前のその能力で、幻想郷の住人を支配しろ。N 様の計画に間に合うようにするために、1ヶ月までには、結果を出すようにということだ。なるほど、私の役目はこの幻想郷の住人を狂わせること。それじゃあ、また来るわ。あの号機が狂ったように、一人で何もない方向に攻撃を仕掛けていた。さすが、狂気を操る程度の能力。幻惑と言葉をうまく使い、相手を狂わせる。今後が楽しみだ。さて、やっとあの方の計画に参加することができたけど、1ヶ月で幻想郷の住人全員を狂わせるのは至難の業。ここは一人、私の配下が欲しいところね。そう、私の狂気を操る程度の能力の補助的役割を果たす人物。コメージ悟り。こいつの心を読む程度の能力を使えば私の能力も随分楽になる。例えば、
相手の一番大事なものを悟りが読み、私がその大事なものを壊す幻覚を見せ、その時に発生する感情の波を操れば、すぐに狂わせることが可能になる。私が事前に発生させる波と、感情が大きく揺れている時に操る波では、狂気に染まる力の強まり方が違う。私が事前に狂わせても、きっかけと魔力、霊力で簡単に解けてしまうが、感情の揺れから支配した狂気は、生半可なことでは解けず、最悪、死ぬまで狂い続けることもある。そして今、あの方が求めてるのは、おそらく後者だろう。よし、最初の目的は、悟りを洗脳すること。さあ、新世界への革命が始まるわよ。さあって、材料も買ったことだし、早くお家に帰りましょう。本当、ここ最近は異変もなく、平和すぎるわね。少しくらい異変が起きないと、マリサが退屈そうなのよね。あ、あれは、冷戦、こんなところに珍しいわね。時間があるから少し、お店にでも行かない？ごめんなさい、私、用事があるの。またどこかで。何今の？今まで感じたことないほどの殺気。何か、恐ろしいものに睨まれ、殴り殺されたんじゃないかと錯覚するほどの恐怖。こんなの、出そうと思っていても出せるものじゃないわ。ちょっと冷戦の後を追ってみようかしら。何か嫌な予感がするわ。小石はどこに行ったのかしら。特にあることもないから小石のところへ行こうかしら。さて、どこにいるのかな。悟り様、お客人です。私に、珍しいわね。いいわよ、ここまで来てもらってもいいかしら。かしこまりました。それでは直ちに、悟り様の元へお連れします。誰かしら、あの子たちにも警戒されずにここまで来るなんて。うわぁ。なに、どうしたの？やっとここまでたどり着いたわ。シュ、そんな、あの子たちはどうしたの？私の狂気に触れておかしくなってるんじゃないの。なんですって。でも安心して、今すぐあなたも、すぐに他の子みたいに狂わせてあげるから。なんでこんなことをするのよ。私の目的のためよ。今から選択をあげるから選びなさい。今死ぬか、私と一緒に来るか。何、このドス黒い叩きは。これは確実に私を服従、そうでなければ殺すつもりだわ。ここは、先手で相手を倒すしかない。いつでもかかってきていいわよ。そ、やってやるわ。うわぁ、さっき言ってる。あなたの恐怖、見させてもらうわね。早期、テリブルスーブにいる。ステル、一体どんなステルを使ったの？なるほど、あなたはこの技が怖いのかしら。これは、洗脳しもう普通の法だは。早い上に達したような魔法攻撃。本物だわ、さすがは私が求めていた逸材。だからこそ、あなたを絶対に服従させてみせるわ。服従、一体この人は何を考えているの？心を見させてもらうわ。小石はこうして戦ってる間、苦しんでいるでしょうね。最愛の姉はあなたを見捨て、私を倒すことを選んだのですから。でも仕方ないわよね。悟りが決めたことですもの。小石は最後苦しい中、全員に見捨てられ、一人死んでいく。どういうこと？お前、私の小石に何をしたの？小石は死ぬ。小石をどうするつもりなの？姉のせいで死ぬ。小石をどうしたか聞いてるのよ。早く答えてよ。悟りのせいで死ぬ。お姉ちゃん、痛いよ。苦しいよ。なんて助けに来てくれないの。それはね、あなたのお姉ちゃんはあなたを見捨てたからよ。つまりあなたは見捨てられたのよ。最愛の姉にね。そんな、姉はあなたを見捨て、私を倒すことを選んだ。悪いけど、あなたにはここで死んでもらうわ。さようなら。やめてー。小石には何もしないでー。わかった、あなたの言う通りにするから。小石だけは。いいわよ、それじゃあ、行きましょうか。待って、せめて小石を安全な場所へ連れて行ってあげて。はぁ、まだ理解してないようなので言っておきます。今、お前は私の下僕、私の気分次第で小石がどうにでもなるってことを忘れるなよ。すいません。それでは行くわよ、時間がないよ。ごめんね、小石。お姉ちゃんが必ず助け出してみせるから。大変だわ。まさかあの悟りが冷戦に服従するなんて。これは早くなんとかしないと、取り返しのつかないことになるわ。早く、冷戦を止めないと。怖
いつも。なんでストーリー茶番はグロとホラーを混ぜてくるのかしら。何もないって油断してたら、いきなりドーンって出してきて。ほんと、腹立たしいわよね。そろそろやめてあげないと、青鬼が。うるさいわよ、アホゲ。いつものせっかちゃんじゃない。仕方ない。僕たちの平和のために青鬼には犠牲になってもらおう。そんな、まさか今回は僕が狩られる方。そろそろこのブルーベリーを殴るのはあったわね。ってことは釈放。青鬼、いいこと一つもしてなかったけど、いいやつだったよ。来世では人を襲っちゃダメだよ。次はパトの番よ。僕、ちょっと待って、僕特に悪いことしてないよ。この原稿を考えた時点であんたが一番の悪者よ。わあ。ふう、すっきりしたわ。オーカー、今日のお買い物に行きましょう。行こっか。今日もすごく飛びましたね、ご主人。日に日に意欲が増してる気がするよ。久しぶりに出れたと思ったらまさかのサンドバッグ。僕、人を襲う方なんだけどな。青にでも勝てないなんてね。いや、本当にあの青い子は怖すぎる。お互い石化のサンドバッグとして頑張ろうね。ただご主人がグロシーンやホラーシーンをやらなかったらいいだけなんで。それじゃあ、次回もお楽しみに。俺ワクワクすっと。喧嘩もいろいろとおかしいですよ。どうしよう、このままだと取り返しのつかないことになってしまう。冷戦を止めないと。でもどうすれば。さて、どうする。このまま冷戦と悟りの前に出ても考えを読まれて襲撃を食らうだけ。そう、襲撃を食らえば悟りと悟りを倒した冷戦と戦う。間違いなくやられるわね。ここは逆に仲間になったふりをして、情報を集めた方がいいかもしれない。そうすれば、おおよその情報と作戦が決まれば霊夢や何かに協力してもらえる。でもそれは悟りに悟られないように、完璧にやらないといけない。敵を騙すにはまずは味方から。悪いわね、マリサ、私は今からあなたたちのために役に落ちるわ。その代わり、絶対にうまくやってみせるわ。そう、今回は仲間だけではなく私自身をも騙さないといけない。覚悟を決めなくちゃね。さて、目的通り悟りを手に入れることができたわ。あとは拠点と私の手足となる下僕が欲しいところね。まあ、下僕はいいとしても、拠点は早く見つけた方が良さそうね。拠点、早く見つけて小石を早く救ってあげたい。でも地上のことは詳しくないし。こっちに歩いてくるのは、確かアリス、マーガトロイド。憎い。ああ、憎い憎い。なんでマリサは私に振り向いてくれないのよ。私はマリサのことを毎日毎日思っているのに。そうだわ、どうせ相手にされないのなら異変を起こしてしまえば。そうすればマリサが私に振り向いてくれる。そうね、まずはマリサの周りにいる人物を片っ端から私の魔法で自分のことしか愛せないナルシストにしてあげるわ。なんていう憎悪なの。これはこの人にも負けないほどの悪意とさっき思ってるわ。あら、さっきぶりね、アリス。ああ、冷戦、ちょっと私今すごく異変を起こしたい気分なの、ほっといてくれるかしら。なに？さっきすれ違った時とは比べ物にならないほどのさっき。これは使えるわね。だったら私と一緒にどうかしら、きっとあなたの望む世界が作れるわよ。いいわね、あなたも何か異変を起こそうと思ってるのね。なら一緒にこの世界を変えましょう。この世界を変える。マリサが私に振り向いてくれるどころか、マリサからあんなことやこんなことを求めてくる世界を。ドラえもんの歌かよ。もうこの子の考え聞きたくないんだけど、この人とは違う意味で。それで私は今異変を起こすために拠点を探してるのだけど、いいところないかしら。拠点、ああ、ちょうどいいところがあるから今から行きましょう。一刻も早く異変を起こして私たちの求める新世界を作りましょう。そうね。いや、あんたの考えてる新世界とこの人が考えてる新世界は全くの別物なんだけど。まあ、早くこの人の計画が終わるのならいいか。さあ、もたもたせずに、早く行くわよ。ここよ。へえ、これは廃墟のビルかしら。ここはずっと使われていない廃墟のビルで人里からも離れてるから見つかったりする心配はないわ。とりあえず中に入ってみましょう。なかなかいいわね。でしょ、ここなら雨風を防げるどころか、建物が広いから罠を仕掛けたり、後々仲間が増えても場所には困らないわ。そうね、それよりアリスはこの異変に仲間が必要だと思うかしら。そうね、今までの異変は単体で異変を起こし失敗している事例が多いから。今回はできるだけ多くの共感者、いわば仲間を集める必要があると思うわ。さすがアリス、さっきのさっきもそうだけど、今までの失敗例を踏まえての冷静な思考。私の下僕にふさわしい人物だわ。
冷静というより欲望にまみれた思考だけどね。それではアリス、あなたは私たちの仲間となり得そうな人物を集めてくれないかしら。私と悟りは目的のために準備をする必要があるから。わかったわ。そういえば冷戦の起こした異変って何？まあ、それは後々ね。いいわ、お互い異変を起こしたいっていう利害は一致している。それだけで信用に値するわ。そうね、私も信用してるわ。嘘ばっかり。全然アリスのことなんか信用していない。それどころか利用しようとしている。それじゃあ行ってくるわ、そっちは任せたわよ。そっちも頑張ってね。ふふ、私の計画も知らないで。さて、私は数時間後に一度父に報告しに行く。計画は明日から実行する。今日はこの廃墟の中で休んでおきなさい。はい、わかりました。明日から忙しいわよ、覚悟しておくように。はい。それでは、行きなさい。はい、失礼します。もう、後戻りはできませんね。私、世界を変える覚悟はできたかしら。ふふ、今さら何を言ってるのかしらね。そんなもの、とっくの昔からできているわ。さあ、新世界プロジェクトの第一段階の始まりよ。ふう、なんとかうまくいったわね。欲望と怒りの力でどうにかなるかって思ってたけど、想像以上に相手が信じちゃったわね。でも、結局冷戦が起こそうとしている異変についてはよくわからなかったわね。まあ、あれ以上聞けば怪しまれる可能性もあった。それに相手は私のことをあんまり信用していなかったしね。とりあえず、ああ言った以上、何人か仲間を探す必要があるわね。まあ、そこは考えがあるんだけどね。さて、この辺りならいるかなーと。あ、いたいた。おい、ミスティ。あ、アリスだ、こんなところで何してるの？ちょっと久しぶりに弾幕ごっこで遊ぼうかなって思ってるんだけど。へぇ、面白そうだね。他に弾幕ごっこで遊ぶ人はいるの？それがまだ見つかっていないのよ。今回はチーム戦で何人か人数が欲しいんだけどね。チーム戦、それすごく面白そうだね。それじゃあ私何人か誘ってみるよ。本当？それじゃあ何人か集めてきてくれないかしら。私もできるだけ人を集めてみるから。わかった、それじゃあ行ってくるね。それじゃあお願いね。よし、これで弾幕ごっこで遊ぶメンバーが揃う。このメンバーに強い人が何人もいれば数の力で冷戦を倒すことができる。さて、冷戦の異変を止めてみせるわよ。さて、ここで何かネタがないか考えましょう。待って、僕たちの実況はゲームし、若者は外で体を動かさんか。ええー、いい感じに用務が起こってるわね。まあ、1ヶ月も無視されたらそりゃそうなるわな。霊夢さんとマリサさんも同じですよ。何かネタを考えてくださいよ。と言われてもね。ああ、いきなり飛び出してきたから何にも準備してないしな。わかりましたよ。ならこの原っぱで出会った人のやりたいことを叶えるっていうのはどうですか？いくらで？もちろん、無料で。はあ、無料？何バカなこと言ってんのよ。どこの世界に無料で願いを叶える奴がいるのよ。ドラゴンボールのシェンロンですら7つのボールを集めた人に願いをってやってるのに、なんで私たちが無償で願いを叶えないといけないのよ。わかりましたからあんまり揺らさないでー。こら、目を回す前にちゃんと説明しなさい。ねえ、マリサ、そろそろヨウムを助けてあげないとリバースしちゃうよ。あ、そうだな、霊夢そろそろ止めないとヨウムが。あ、なんか面白そうなことしてる。あ、チルノにミスチーじゃないか。ねえねえ、今あたいら弾幕ごっこの相手を探してるんだけど、相手してくれない？おお、いいね、いいネタになりそうだし。ねえねえ、ヨウム、霊夢、いい話が来たよ。なに、話なら後で聞くわ。チルノたちが弾幕ごっこで遊ぼうだってさ。なんですって、それは本当？本当だよ、だからヨウムを。あ、もうダメ。いやあ、環境かかってるわ。やば、匂いで私も。それで、弾幕ごっこって言ってもあんたたち相手じゃすぐに終わってしまいそうなんだけど。本当はもっと人数を集めて弾幕ごっこがしたかったんだけど、チルノちゃんがどうしても早くやりたいって言うから。当初とはちょっと違うけど、3対3のチームバトルでどうかな。チームバトルか、でもそっちの3人目は誰なんだぜ。ふふ、それは私たちを倒したら教えてあげるよ。なるほど、それじゃあこっちは、ヨウムはすでに気絶しちゃってるから、私とマリサとウプ主の3人で相手するわ。今思いついたから細かいルールはなしで、とりあえず、相手3人を倒したら勝ちってことで。よし、それじゃあミスティ、私が相手になるんだぜ。いいよ、そう簡単には負けないからね。それじゃあ私はよっしゃ、チルノ、ボコボコにしてあげるからいつでもかかってきなさい。わかったよ。へん、最強の値が負けるわけないもんね。それじゃあ僕はヨウムの感情してるよ。よし、お互い相手が決まったことだし、早速弾幕ごっこを始めましょう。それじゃあ、レディー。ゴーアー、ゴッコ。
先手必勝じゃあ。あいつ、大人げなさすぎだろ。キリノちゃんとお前。よし、私たちもやるか。いいよ。なんだかみんな楽しそうだな。それより、僕は用務の看病をしないと。うへぇ、なかなかもうきついな。仕方ない、近くの川に放り投げるか。うつむちさん。さすがにそれは溺れます。ちょっと、いきなりはひどすぎない。ち、生きてたか。しかも本気で殺しに来てたの。冗談よ、一発でやられたら面白くないでしょ。そうね、今からチルノが攻撃して、私が耐え切ったら私の勝ち。逆にチルノの攻撃で私が倒れたらチルノの勝ち。それでどうかしら。いいね、あたいが攻撃してる間は霊夢は何もしないよね。何もしないわよ、反撃したらすぐに終わっちゃうじゃない。よし、それなら、あたいのとっておきの大技披露しちゃおう。へぇ、面白そうね、ぜひやってみてちょうだい。よし、行くぞ。ロープ、シン、アイクルボール。なん、チルノの癖に隙がないスペル。うわぁ。へへん、どうだ、霊夢。私の力、思い知ったか。ああ、程よい涼しい風、これはいいわぁ。しまった、範囲を広くしたせいで、霊気が全くないよ。っていうか、こっちに体力回復してるし。はぁ、やっぱりしたわ。それじゃあチルノの技も終わったようだし、約束通り終わらせましょうか。そうやっと。うわぁ、来る、かわさなきゃ。で、そうだった、このピン、アイクルボールは能力が高いから使ったら少しの間動けないんだったー。そう、次こそはあたいだー。霊夢ちゃん、完全勝利。さて、マリサの方はどうかしらー。今日のうどんげちゃん。私が悪役に選ばれて早1ヶ月。最初は柄じゃないからって言ってたけど、なんでだろう、やってみたら意外と楽しい。私も意外と楽しんでるよ。あ、サトリさんもここに来たのですか。まあね、私たちの出番はまだ先だから練習しておきたくて。そうですね、私も最近になってやっとこのカラーコンタクトに慣れてきたところですよ。ふふ、まだまだ続くんだから頑張らないとね。そうですね。チート後でメタ発言の連発やめてくれるかなぁ。やっぱちょっと、皆さんの見ている前でカラーコンタクトって言わないでよ。それに練習って何？まるでやらせみたいじゃないか。やらせじゃん。やらせじゃないもん。ちゃんとしたストーリーだもん。とりあえず、次回も今日のうどんげちゃん、やるから何かネタ考えといてね。また私ですか？当たり前だよ。今回の弾幕遊戯編で霊戦はゴーツくんをブロッキーにして。次はみんなのアイドル、スコイシちゃんもブロッキーにして。そしてみんなの人気者、サトリちゃんを苦しめて、印象が悪いのに。全グループ主がやれって言ったんじゃないですか？知りません。僕知りません。むっかー、もう許せないわ。あ、霊戦が起こった。逃げるんだよー。あ、逃がしませんよ。待てー。これ、どうやって締めくくればいいのよ。うわぁ、最強のアタイが負けるなんて。もう、霊夢の方は勝負がついたのか。う、チルノちゃん、相手が霊夢とはいえ、もうちょっと頑張ってよ。まったく、霊夢ももう少し手加減してやったらいいのにな。でもマリサは手加減しなくていいからね。なんだって。私はマリサに手加減されるほど弱くないってことだよ。ほう、それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、私たちもそろそろ本気でやろうよ。まずはそっちから来ていいんだぜ。それじゃあお言葉に甘えて。よすずめ、真夜中のコーラスマスター。な、なんだ、周りが見えない。おかしい、ミスティアの力は昼間は効かないはずじゃ。ラーラーラー、歌声、まさか、歌で私を狂わせたのか。さあ、始まりから最高のレクイエムを奏でましょう。歌、そう、すでに相手の土壌に立たされているってことか。相手はミスティアだ。戦闘力だけで見るなら私の方が圧倒的に高い。だが今はミスティアが最も得意とする戦い方で、一番調子がいい。逆に私は視界の感覚を奪われ、最悪のコンディションだ。なら、やることは一つだな。さあ、まだまだ私の歌は終わらない。残念だがもうこの戦いを終わらせるんだぜ。どうするつもりか知らないけど、この状況でどうやって勝つつもり？簡単なんだぜ。魔界、オープンユニバース、発射。え、避けれない？うわぁ。弾幕はパワーなんだぜ、ミスティア。まさか全方向に攻撃してくるなんて。よし、この勝負は私の勝ちなんだぜ。とりあえず勝負も終わったことだし、ちょっと休憩するか。そうだねー。まあ、当たり前だけど私たちが勝ったわね。いやー、それでもすごく楽しめたんだぜ。ふん、そんな余裕を見せれるのも今のうちなんだから。いやー皆さん、本当お疲れ様です。やっと少し体調が戻ったよ。本当、ヨウムはタイミング悪いわよねー。あなたのせいですよ。うつ、まだ気持ち悪い。とりあえず川に入っとく。川入ったから治ったんじゃないですよ。
むしろ命の危機を感じましたよ。半分幽霊のくせに命の危機って？半分は人間ですよ。いけない。気持ち悪さが増して。まあ、もう少しゆっくりしていこうよ。そういえば、そっちの3人目は誰なんだぜ。あ、3人目はアリスだよ。アリス？また意外な名前が出てきたんだぜ。それで今はどこにいるかわかる？さあ、私は公園ですれ違った時に誘われたから、今どこにいるかまでは。まあ、だいたいあいつがどこにいるかわかるから、こっちで探してみるんだぜ。うん、それじゃああとはよろしくねー。よし、それじゃあアリスの元に向かうんだぜ。僕たちのことも忘れないでよね。さあ、今だうまくここは何人集まったかしら。うまくいっていれば今日だけで10人以上はいるはず。そうすれば冷戦の計画を阻止することができる。さあ、どうなるか。お、見つけたんだぜ。この声は、マリサ。やった、マリサの霊夢に用務。これほどの実力者が集まってくれたら冷戦の計画を止めることができる。やっと見つけたわよ、ここで会ったが100年目。観念しなさい、アリス。あれ、ここで会ったが100年目。なんか私が思ってたのと違う気がするんだけど。まさかお前が弾幕ごっこの批判だったとはな。うん、そこは何も間違ってない。ミスティアさんとチルノを倒したからあとはあなたを倒したら私たちの勝ちです。ああ、私のところに来る前にもう弾幕ごっこをやっちゃったのね。あとはお前を倒せば私たちのチームの勝ちなんだぜ。なるほど。チーム戦で残り私というわけね。って、いつの間にチーム戦になってんのよ。え、マリサ、チーム戦って何？何言ってるんだぜ。ミスティアがお前から弾幕ごっこ誘われたから3対3のチーム戦をしようってなったんだぜ。ミスティ、私はチーム戦をやろうなんて一言も言ってないわよ。ということであとはあんたを倒したら私たちのチームの勝ちなのよ。アリスの相手は私なんだぜ。さあ、かかってくるんだぜ。もうやる気満々じゃない？こうなったら決着がつくまで話は聞いてくれなさそうだからとりあえず戦おうかしら。いいわ、チーム戦最後の比較、この私、アリスが相手になるわ。よし、それじゃあ戦おうか、アリス。戦う以上、負けないわよ。今日のうどんげちゃん。さあ、今日は印象が悪くなったうどんげちゃんのイメージアップのために駅前でチラシを配ろう。こんなことより早く台本を。台本ってなーに？あ、いえ、なんでもないです。よし、それじゃあいっぱい配ってね。健闘を祈る。はあ、仕方ないからやるか。パトパトチャンネル、パトパトチャンネル。すごく面白いからぜひ見てね。客が一人も来ない？なんでチラシを配ってるだけなのに。あれですよ。怖いですね。何か聞こえるわね。あの人がここ最近多くの人を誘拐、脅し、殺害とかしている通り魔、通称うどんげ、らしいわよ。ああ知ってます。男は容赦なく殺害して、女性は監禁や、拷問でじわじわいたぶる変態って聞きましたよ。はあ、誰ですか？そんなことを言っている人は。け、話しかけられた。うわあ、私は拷問や監禁は嫌です。逃げろー。郊外。あの声はうつ主さん。なんとこの駅前でチラシを配っている紫ウサギは最近幻想郷を脅かしている通り魔、通称うどんげ。こいつはなんと男は殺害、女は誘拐、監禁、拷問、脅しなど殺しはしないものの、女性をいたぶるという変態です。紫ウサギを見つけたら近づかないように。あの野郎、私の隣で私の悪行を広げやがって。今日もいい仕事したし、冷戦のところにでも様子を見に行こうかな。キーサーマー、よくも私を貶めてくれたな。うわ、ブルーベリーと紫ウサギの奇跡的コラボ。青鬼らしく今から食い散らかしてくれるわ。じゃあ、ごめんなさい。ニーガーさんぞ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。